やぶからスティック、はい、今回も、ね、センターあ何ロング先、じゃなくてロング先で、はい、やってるわけなんですけども、あのセンター線、ね、センター線ね、はい、ルゴで、ステーションということでございますけども、センター線バージョン、うん、第2回でございます。そうです、稲佐山を見ながらやるお送りしたいと思います。そうですね、はい、はい、いきます。はい、前回がね、東スモールマネーまで行きました、ちょっと長かったけど、東小金井まで行きましたので、うん、はい、その次から行きますよ。オッケー、武蔵境、武蔵境ね、境はね、ボーダーか、うん、武蔵ボーダーいいですね、ちょっとこれ難しいな、境ね、境目ね、うん、はい、武蔵ボーダー、はい、三鷹な、うん、ミホークス、ね、うん、ミホークでいいんだよ、ミホーク、うん、ミホークでもいいし、うん、スリー鷹、一富士二鷹、スリー鷹、二鷹っていうのありますか、二鷹な、どうしましょう、スリー鷹にするか、ミホークにするか、スリーホークにしよう、スリーホークだと全部英語になっちゃうんですか、あ、そっかさ、うん、あ、ミホーク、ミホーク、うん、ミホークになります、もうね、私この辺の三鷹とか武蔵境、うん、もうあの実家がね、うん、小平です、小フラットですから、だからもうあの島だったんでしょ、友達もこの辺にね、うん、結構住んでるんです、高校時代はね、うんうん、いい場所だよね、あそこ、要するに日本の武蔵野って言われてね、そうなんです、そうなん、あのお寺もいっぱいあるしね、はいはい、ジョージ、あの吉祥寺も近いし、そうなんです、うん、いいところで、この辺を自転車で走り回ってましたね、走ってもあれ木登ったりしてたんじゃないの本当にそうですね、はい、カブトムシ取りって、はい、カブトムシいたの、そんなのいましたよ、コフラットの方は、ああそっか、はい、うん、もうちょっと行くとね、森があって、うん、ザーザー森って呼んでたんですよ、そこにいっぱいいたの、いました、でなんか あれ例えば蜜かなんかをこうちょっと置いといて、はい、次の日行ったらたかってたとか、そんで捕まえるとか、うん、そういう方法あるんで、やりましたね、あ、やったか、でもある日ね、ちょっと皆さん嫌かもしれないけど、うん、木からね、うん、ゴキブリが出てきた、やだ気持ち悪い、その時死んじゃう、うわーってなりました、うん、それからねちょっと行かなくなりました、うん、なるほどね、はい、もうあの世界的なね有名なあのビートルズもそこから撮ったんだね、ああ そ, うそうだよ、カブトムシだからね、はい、余談でございましたけれども、はい、余談でした、はい、吉祥寺、吉祥寺、はい、ラッキージョージだな、あ、うん、いいですね、うん、ラッキージョージ、ね、ラッキージョージ、うん、やっぱり本当ラッキーとかハッピーとか入る地名いいですね、うん、そうだね、ハッピー岡とか、ね、うん、ハッピー岡とか、ハッピー島とか、うん、福島とか、ね、そう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 、西荻窪、ちょっと待って、西荻窪ね、さん、そこはね、伝統なんですよ、伝統、私調べたと思います、そう、よく調べたね、あのね、これもうね、うん、先にね、ほら調べておかないと、うん、まあ今ね、うん、これですぐやってもいいんですけど、うん、だから私もこういうのをあの言うときはちょっと難しいなと調べますよ、うん、伝統なの、伝統なんです、あのへこみ、へこみ、くぼみ、じゃ あウエストオギ伝統、ウエストオギ伝統、うん、はい、ウエストオギ伝統、西荻窪、僕はね、はい、西荻窪はあんまり行ったことないんだけど、荻窪はあの時々行ってましたね、ラーメン、ラーメンのね、あの美味しいラーメンがあって、はい、そこにのあの食べによく行きましたけどね、はい、その荻窪はどうしましょう、荻窪はね、荻伝統しかないですか、そうです、西荻伝統、うんうん、次は荻伝統、荻伝統、あの荻窪のそのラーメン屋さん、なんか春木屋さん、あ、春木屋、春木屋、あ、スプリングあの木屋、うん、ハルトリーや、 あのね昔ね、姉があの荻窪の近くの高校行ってたんで連れてってもらったの、美味しいラーメン屋があるからって、お行ったら、すごいなんかコの字みたいになってて、はい、カウンターが、はい、で親父が戦後の要するに、あそこら辺バラックがあって、でそこであのラーメンを屋台で開いてたらしいんだけど、そこの肉棒のラーメンがね、ちょっと酢が入ってるんだけど、はい、すごい美味しくて、はい、で行ってたんだけど、もうその親さん亡くなっちゃって、で息子が今やってますけどね、いつもね行列、今もです、今も行列、でそこのチャーシュー麺が美味しい、そうですか、うん、1000円ぐらいしたんですか、そうですね、1000、もうちょっとすんじゃない、今1200円ぐらいすんじゃない、阿佐ヶ谷、阿佐ヶ谷ね、まあ
朝がバレーかな。そうですね、うん、朝が直せないですもんね、うん、朝がバレー、朝がバレー、はいはい、うん、次高円寺、ハイエンジ、うん、早いな、ハイサークル寺でもいいけどね、いやハイエンジがいいですよね、そうね、なんか語呂がいいよな、リズムがいい、ね、だからさっきのな、ハイエンジと何だったっけ、あさっきじゃない、あの先週のやった、ね、カントリー文字、カントリー文字、ね、うん、だからこれもあの、はい、ハイエンジ、うん、はい、はい、中野、うん、中フィールド、中フィールド、うん、東中野、イースト、中フィールド、中フィールド、うん、イースト中フィールド、ね、はい、中フィールド、イースト中フィールド、はい、さあこれで今回はフィニッシュしようか、そうですか、はい、大久保、大久保、はい、ラストワン、大久保はね、うん、ビッグ久保、ビッグ久保、うん、このビッグ久保はね、はい、あのそのビッグ久保のもうちょっと後ろの方には新大久保っていう ね、はい、ね あるんですけど、私はこう山本線の、ね、そうそうそう、はい、ニュービッグ久保があるんだけど、はい、私は新宿育ちだから、はい、新宿の富久町っていうところから、はい、高校行く時池袋出なきゃいけないんで歩いてですね、はい、新大久保まで通った覚え、どのぐらいかかるんですか、15分ぐらい、でもそのまま行くんですか、うん、で、あるいはうちの近くからバスで池袋まで行って、はい、で東上線で四季の立教高校行ってたんですけどね、なるほど、だからあそこら辺結構詳しいですよ、そうですか、うん、はい、ね、それではじゃあまた、次回ですね、はい、はい、最後までお願いしたいと思います、 See you! チャンネル登録 Please! ネクスト動画も Together しようぜ。